グローバルボーイズグループの上腕 JO1 の白いワルキが週3日放送のグループでパーソナリティを務めるラジオ番組上腕のオールナイトニッポン X クロス日本放送毎週水曜深夜0時に佐藤圭吾、スルボーシオンと共に出演。佐藤の母親からのサプライズについて語った白いワルキ。佐藤圭吾の母親からの連絡に興奮。この日、白岩は番組の途中で興奮した一件がありましてと報告。今ちょうどリアルタイムで佐藤圭吾のお母さんが僕にベッド買ってくれるという連絡が来たと続けた。白岩は自身のベッドについて買い替えたいといろんなところで言ってたと言い、佐藤の母親からの意外な申し出にめっちゃ嬉しいですとコメントした。これについて佐藤はお母さんとしても白岩にベッドを買ってあげられることが嬉しいと思いますと続け、家族ぐるみで仲がいいことが伺えるエピソードとなった。佐藤圭吾、実家はお金持ち。また、白岩はベッドのプレゼントについて、正直気を使っちゃうな、そんなに可愛い値段でもないものですし、と心配すると。佐藤は両親の愛車が、お父さんはベンツ、お母さんはポルシェ、だといい、俺のお母さんからしたら、ベッドは、可愛い、値段、と自身の両親がお金持ちであることを明かしていた。さらに、スルボーは自身の父親についてはライブ前のリハーサルで、電話で2時間お父さんに説教されたことがあるそうで、その時の内容は覚えていないものの父親について、ちょっとね、怖いっすね、と明かす場面もあった。